はい、皆さんこんにちは、トップです。日本語で、それでは、첫번째가는여러분과의시간이기때문에皆さんと初めての時間なので、이렇게이야기할수있는시간을갖기위해서조금더격식있지만좀더이렇게편안한자리를만들고싶었습니다皆さんとじっくりトークできる時間、雰囲気を作るために、クラシックな中でも落ち着いたリラックスした雰囲気でイベントを進行したいと思いました。ということで皆さんもドレスアップしてきてくださって、黒と白とね、貴重にっていうことでね、ですよね。今日のために何かお買い求めになった方はいらっしゃるんですか？ね、みんな頑張りました。ねえ、그래서그런지다들굉장히아름다웠고또멋있으신것같습니다そのせいか皆さん本当に美しく素敵に見えます。リップサービスよ。おしゃれだね。ありがとうございます。さあ、本当に横浜、パシフィコ横浜までようこそお越しくださいました。どれぐらい時間がかかったんですか、ここまで。東京からここまで1時間30分だね。今一番したいことは何ですか？休みがあったっていうことにしましょうか。지금처럼이렇게여러분과함께있는거가장행복한것같습니다。今みたいに皆さんと一緒に過ごすこと、今がとても幸せです。いや、今日お越しの皆さんの中から妹を探そう、選ぼうという企画でございます。これ面白いね。はい、ありがとうございました。お前選ばれましたので後ろを見て、これがトップさんの後ろ姿です。移動화장실인줄알았어요。これは移動式のお手洗いかと思いました。ありますよね。지금다이포즈로계시는건가요？今皆さんこのポーズで中に入ってらっしゃるんですか？もちろんです。네요、편지를준비했는데좀어색하더라도읽겠습니다。手紙を準備したんですけれども、ぎこちないかもしれませんが、読みたいと思います。마음을담아서직접썼습니다。心を込めて手書きで直接書きました。